はい、どうもこんにちは、河野です。今日はね、SFL の、えー、ミルダムビースト VS デトネーションの対象戦、モルト VS 竹内ジョンも解説していこうかなと思います。SFL でなんか面白かった試合とかは全部解説してるんで、よかったらチャンネル登録とかよろしくお願いします。そしたらね、早速始めていきまーす。はい、これね、もう開幕2秒ぐらいから対策なんですが、 もうこの時点でジョンさんもちゃんと断線の対策してきたんだろうなってのがわかります。あの、ダンの弾って溜めないと前に飛ばないんですよね。リーチがクソゴミなんですよ。これ溜めて出してるから前に飛んでるんですけど、溜めないと全く前に飛ばないんですよね。だから基本的にこうやってダンは溜めて出すんですが、あの、ジョンさんこれちゃんと遅らせ V スキルで弾抜けしてるんですよ。 これ普通の玉抜けみたいに普通にちゃんと早く反応しちゃうと逆にこの段の玉食らっちゃうんですよね。なのでここでしっかり遅らせて玉抜けしているあたり、ジョンさんもちゃんと弾戦やってきたんだなっていうのが、ま、開幕2秒1秒では分かりましたね。で、こうやって試合が始まっていくんですが。はい、ここですね。えっと、これ立ち台キックから V スキル挑発キャンセルアップ。 バーってやってるんですよでダン,ダンのこの挑発っていう V スキル特殊でこういう風にキャンセルとかでもなんでもいいんで使うだけでなんとお互いの V ゲージが溜まってるんですよねダが溜まってるのはもちろんコーディ側の V ゲージよく見ればわかるんですがダメージ食らってない時に V ゲージ溜まってるんですよもう一回スローで見たいと思うんですが はい、ここっすね。立ち台キックヒットするじゃないですか。で、まあ、コーディのここで V ゲージが溜まるのは当たり前なんですよ。被弾したから。で、これスローでよく見ていくと、はい、今、コーディの V ゲージちょっと溜まったんですよ。これなんでかっていうと、段が、 超発っていう V スキルをコンボに組み込んだからなんですよね。つまり何が言いたいかっていうと、ダンはこの V スキル超発をこんな感じでキャンセルで使ったり、まあ主力技として使ってるため、V ゲージがお互いモリモリ溜まります。お互いモリモリ溜まるんで、腐らせちゃうことも多いんですよ。なので V ゲージをうまく運用できた方が勝負を優勢に進めることができます。勝負を優勢に進めるっていうか、まあ、勝ちます。 そんぐらい断線では V ゲージの運用が問われますはい、ここでなので v, v リバね、ちゃんと使っていきましたねコーディがこのタイミングで相手のダイパンに対して V リバって他の組み合わせではまずやらないんですが断線に限ってはさっきも言いましたように V ゲージがモリモリ溜まるためさっさと使っちゃった方がいいんですよね しかも使わないと、モルトさんのあの段の煉獄始まっちゃうんですよ、攻めが。なので、段は V リバさえなければ、実はね、相当攻め強いんですよね。てかもうそこはマジで段はトップクラスなんですよ、攻め継続に関して言えば。なので、ちゃんと確定してるところで V リバを使っていくと。そういう対策ですね。さあ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 。 まあこの中距離、中距離はコーディの間合いなんですが、こういう風に立ち台キック、段の立ち台キックの間合いになった時は、さすがに段が有利になるんかなって感じです。だからコーディ側としたら、まあ立ち台キックが当たんないところで立ち回りたいですよね。だからまあ玉、コーディ玉を打つことが大事になってくるんですよ。その中距離をキープして戦いたいため、玉打つことがコーディ側からしたら大事になってくるんです。 で、これ、弾撃ちましたね。で、これ、モルトさん食らいました。なんでかっていうとね、多分、コーディの弾に対して、見てから飛ぼうとしてるんですよね。モルトさん見てからするシリーズ、結構好きっぽくて、前捨て止めるとかそういうの。コーディはやっぱ対空無敵技がないんで、弾を見てからちゃんと飛ばれたら、ジャンプ攻撃をね、ガードすることしかできないんですよ。なので、それをトライしようとしましたが、ちょっと反応遅れて、えー、食らっちゃってる感じですね。 まあだからやっぱ男性は結構ね、弾が鍵になってくるのかなって感じはします。オーディー側からしたら。まあただモルドさんね、今弾に対して飛ぶっていう素振りを見せたんで、それが結構多分この後脅威になってくるんではないんでしょうか。さあさあ、弾撃っていきますね。この白ゲージはキープしたいですよね、単純ただしかしここで、やはりちゃんとね、見てから飛ぼうとしてますね。 で、こうやってね、ジャンプ攻撃をガードさせることができれば、投げに行ったり、いろいろと攻めることができるんで、すごいいい攻略だと思います。で、やっぱ段この場合ね、やっぱちょっとやることないんでね。これがね、実際ね、多分の勝因にそのまま繋がります。こんな感じで攻めをね、継続させることができるんですね。はい、はい、そして2ラウンド目。 まあ一ンド目からね、相当お互いなんかやってきてる感はありますよね。ちゃんとコーディ側は弾を撃ったり、逆にモルトさんはね、そこに対して飛んだり。で、今のこのバックステ。これね、ジョンさんね、めっちゃいい対策っすね。 えーと、大パン超発キャンセルダン空脚ってバックステで透かすことができるんですよ。そしてこんな感じでね、ダメージをね、与えることができるんですが、じゃあダンはね、これをどうやって狩ればいいかっていうと、大パン超発キャンセルダイヤシとかなんですよね。ただやっぱダイヤシ振るのって怖いじゃないですか、さすがに。ガードされたらやっぱね、確定反撃なんで。なので、このワンガードバックステっていうのはかなりいい対策だなって思います。そのままダン空脚に対してね、こんな感じで硬直を狩ることもできるんでね。 すごいいい感じにね、お互いお互い。うん、ここの V リバーめちゃくちゃいいっすよね。さあ、また V リバー溜まってすぐに吐く。いいっすね。めちゃくちゃいい。で、これ、ここ、あの、モルトさんの V リバーもめっちゃいい V リバーなんですよ。まあ、さっきも言ったけど、V ゲージどんだけうまく運用できるかって組み合わせなんですよね、お互い。じゃあね、ダンも適当に V リバー吐けるかっていうとそうじゃなくて、ダンって移動系 V リバーなんで基本的に吐きづらいんですよ、V ゲージ。実は。 で、コーディみたいな打撃系 V リバーではないんですよね。でもそこで移動系 V リバーが唯一使える場面があるんですよ。それがこのね、EX ゾンクをガードした後なんですよね。よくここでちゃんと V リバーできたなって思います。一応ね、ン側の、段側もね、V トリが溜まってたんで、持っておいて発動するって選択肢もあったんですが、絶対にここは V リバーの方がいいです。なんでかっていうと、やっぱ白ゲージ、あの段めちゃめちゃ溜まってるんですよね。 これ EX ドンクガードゴってコーディー有利なんですがここでこの白ダメもらったらアホらしいんですよなのでちゃんとここ V リバしてます、まあ、ここ結局ねそのまた弾に対して飛ぼうとして食らっちゃって白ゲージ取られてはいるんですがさっきの V リバーはめちゃくちゃ良かったと思います そうそうそうこれはでもダンもさすがにトリガー発動しないときつそうな場面ではありますねちょっと逆転がきつそうなこれはどうするんでしょうかまあ球打ちますよねそして、はいはい、そうなるとやっぱねフォーディーの立ち中キック超強力なんでこういう局面やっぱ置いていきますよねでこれで2ラウンド目はジョンさんが取ると。 さささあああいいっすねちゃんと3ゲージあったんでここでコンボに EX ゲージを組み込んでいきますモルトさんはいこれねこれもう一回見ていただきたいんですがはいあのー、挑発キャンセル弾空客に対して V スキル2やってますねジョンさんでこれ完全に対策なんですよ弾空客が来た時だけ見てから V スキル2をやって抜けるっていう ま、これすごい良い対策なんですけど、結構反応が難しくって、遅れちゃうとガードされて確定反撃取られたりとかあるんですよね。で、これネタバレなんですけど、てかもうみんな、結果知ってる前提でちょっと言いますけど、この対策がアダになってしまいます。この対策自体はすごい良い対策なんですが、あの、思わぬ形でアダになっていくんで、ちょっとそこを解説していけたらなと思います。あの、ま、あ本当に思わぬ形でアダになります。この対策なかった方がいいまでありますね。 で、ここのダイシーは、まあ、差し返しっぽく見えますが、まあ、あの、シンプル、立ち台キックが漏れてますね。立ち台キックやろうとしたら立てれてなくて、あの、しゃがんだままダイシーが出ちゃった感じです。T リス見ればわかりますが、あの、台形の後 V スキル打ってるんですよ。あの、シーからは V スキルキャンセルができないため、立ち台系キャンセル V スキルってやろうとしたら、ダイシーになっちゃったんだろうなって思います。 はい、これもね、ダンクイジクに対して V スキル2、いい対策なんですが、まあ、後々首を締める結果になります。てかね、もう締め始めてます。はい、で、ここのね、爆瀬、いい爆瀬っすね。ここの爆瀬、めっちゃいい爆瀬です。あの、ダウンはどの技で相手に触りに行くかっていうと、立ち台キックしかないんですよ。立ち台キックが一番長いんで。ただ、立ち台キックって硬直も長いし、暗い判定も結構残ってるんで、差し返ししやすいんですよね。 なので立ち台キック来そうだなって間合いでバックスを置くことによってこんな感じで差し返しをすることができるんですよねこれもねいい対策ですはいちゃんとまた球に対して見てから飛んでますねはいここもいいシフトっすさあさあこれはどうなっていくんでしょうか 対空もしっかりはいもうここら辺からねここのね立ち台キックあたりからねもねさっきのね V スキルツ対策がね結構ね裏目に出始めてるんですよここって実はもうねこの立ち台キックに対してしっかり V リバーすることができていればダウン取って画面端で そのまま、白ゲージ生かしつつ、EX ゾンクをガードさせて、削りで投げ圏内くらいのところまで行けたんですが、V リバーできてないんですよね。もう一回見ていきます。はい、ここ V リバーできてないんですよ。え、なんでかっていうと、段空脚を見ちゃってるんですよね。段空脚見てから V スキル2当てようって意識がやっぱあるんですよ。 実際ね、それね、やっぱいい対策なんですよ。火力も結構出るんで。ただ、そのン空脚を見ちゃってるせいで、こういう V リバー確定のところでできなくなっちゃってるんですよね。反応できなくなっちゃってるんですよ。絶対にここってン空脚見て V スキル2をするよりも、もうね、有無を言わず、とっとと V リバーの方がいいんですよね。まあでもね、V スキル2の対策が裏目に出るってのはね、こういうことで、そこに意識をめっちゃ持ってかれちゃうんですよね。 俺やっぱ弾空客に V スキル2狙うんであればもうコーディが V ゲージない時とかですよね。その時はもう V リバーできないんで弾空客見てから V スキル2ってできるとそこはめっちゃいいと思います。ただやっぱこういう V リバー安定の場面で V リバーできなくなるんであればそれはちょっとね、裏面に出始めちゃってますね。ここら辺からすでに。実際こういう展開が後もどんどん続いていきます。なんか V リバーするべき場面で弾空客を見ちゃって、みたいな。はい、ここ。 ここね、お互いマジで冷静です。あの、段のン空脚って、立ちガードして、されてたら、基本的に、ガードをした側が有利なんですよ。つまり、これ、はい、あの、しゃがみガードしてたら、段側が有利って感じなんですが、この場面、ジョンさんね、立ちガードしてるんで、コーディー有利なんですよ。ただ、ここ、ジョンさん、何、どんな選択肢取ったかっていうと、攻めに行かず、遅らせグラップしてるんですよ。 これはフレームを知らないとかそういうわけではなく、フレームを知ってた上での遅クラスグラなんですよね。えな、ー、んでかっていうと、まあ、話警戒なんですが、正直、ジョンさんの中でここは EX 勝利をナされても、別にそのぐらいだったらいっかって感じで、攻めてもいい場面ではあるんですが、この状況ね、いかんせんモルトさん、CA 溜まってるんですよ。クリティカルアーツ。これ EX 勝利じゃなくて、CA ナされてたら、体力的にコーディー死んでたんですよね。 なので、そこまで見えてるからこその、パシ警戒の遅らせグラップなんですよね。そういう読み合いがありました。もう、冷静ですね。よくそこまで見えてたなっていう。で、まぁ、あ、攻めていきますが、多分、タッチシュキックとかが当たるんじゃないかな。そうですね、タッチシュキック。やっぱ、これが牽制技としてすごい優秀なんですよね。で、1試合目は、ジョンさんが飛びましたという形です。 はい、そしたら2試合目見ていきます。はい、ここね、バックステ狩りいいっすね。モルトさん、バックステ狩りを混ぜていきましたね。シンプルにこれガードされてたら確定反撃もらっちゃうんですが、もうやりに行ってますね。実際これはジョン、えー、ジョンさんは何していたのかっていうと、はい、やはり爆ッしてますね。 ただこれバックステー狩りにもなってますが結構 V スキル2対策にも良くってあのやっぱジョンさんさっきダンクャクに対して見てから V スキル2やってましたがあれってコーディ立ちながらやんないといけないんですよねなのでしゃがみっぱでダンクーャク見るっていうよりちょっとファジー気味に立ちを混ぜたりしてるんですよ立ちを混ぜつつダンクャク見て V スキル2やるみたいななのでシンプルに立ち状態の相手には台足当たるんで そういう狙いもある挑発キャンセル下段ヤシだと思いますやっぱちゃんと勝負するとこれ勝負かけていきますねもうここもヤシやっちゃってますでここはヤシの隙を消すためにトリガー発動とここは玉抜けうまいですねはいでここの波動拳あの正式な技名知りませんがこ,ここの波動拳すごいいいですね モルトさんちゃんと V ゲージを使い切ってるんですよ。ここでとにかく大事なのは、この強化波動拳当てるってうより、とにかく V ゲージをね、使い切ることなんですよね。そうじゃないとコーディの攻めがね、しのげないんですよ。EX ゾンクとかね。ここで使い切ってます。なので、これガードでも何でもいいんで、とにかく V ゲージを使い切ることが大事でした。これはなんかちゃんとフードさんあたりがね、教えたんだろうなって感じがすごいします。 で、ここもゲージ余ってるんで EX ゲージをコンボに組み込んでいくと。さあ、ここはジョンさんの暴れが通り。すごいリターンがあって。はい、ここの V リバめちゃくちゃいいっすね。コーディのこの連打のタジコンから V トリガー発動をしようとしたんですよね。 このタゲコン V トリガー発動ってコーリーの中でもめちゃくちゃ強力な連携で密着で攻めを継続させることができるんですよ。ですが、ちゃんとそこを V リバして切り返してます、モルトさん。この発動は強いですが、条件があって、昇降撃指導なんで密着からしかこの形の発動ってできないんですよ。なので V リバで一旦距離を取るっていう。ここでやっぱさっきの V ゲージ使い切りが生きてきてるんですよね、トリガーの使い切りが。 あそこでダラダラと V トリガー発動中だったら、今ここ V リバーできてないんですよね。V ゲージが溜まってないから。なので、やっぱりさっき、あのー、適当にね、強化発動権を使って、V を使い切ったのが、でかかったっすね。で、ここの垂直もね、完璧っすね。もうここで、モルトさん的には、もうここでお前な、ジョン、お前距離遠いから、タケコン V トリガー発動できないだろで、困ったお前はどうせ立ち台結果発動とかしてくるんだろっていう意味で、 そういう読みでちゃんと垂直を置いて、実際それがドンピシャでね、ハマってますね。やっぱこのラウンド何が一番良かったかっていうと、あの強化波動拳の使い切りで V、V トリガーを終わらせたっていうのがやっぱ一番の勝因にね、繋がったんじゃないのかなと思います。さあ、おうまい。ゲージもね、いい感じにあって。 わあ、痛いこれは痛い。こう見ると結構減ってんのかな何の攻撃火力。まあ、こうなってくるとね、ちょっとね、難しいっすよね。あの、ジョンさん今の台、形、立ち台形ガードした後は V リバーはけるポイントではあるんですが、体力差がこんだけついてるんで、まあ、V リバーするべきなのか、それとも V トリガーで逆転を狙うべきなのかっていう、まあ、すごい難しい場面だなって思います。逆にね、 それをね、モルトさんは逆手にとっても、ここ攻めまくると思います。ほらもう、お前 V リバか V トリガーか悩んでんだろって感じでもうめっちゃ攻めに行ってますね。で、これ一旦落ち着くと。立ち台キック発を多分警戒してるんでしょうねで。ここはしっかり V リバ。やっぱね、V リバがちゃんとしてるんですよね。で、立ち台キック確認から EX 残空100と。 やっぱなんか V ゲージの運用って面ですごいモルトさんが上手いなって感じします。はい、3試合目解説していきたいと思います。一応今1対1っすね。はい、ここの垂直、ここの垂直ジャンプめちゃくちゃいい対策ですね。これも最初に説明した置きバックステと似たような感じで、とりあえず段の立ち台キックの前に入りそうなところで垂直ジャンプをね、こんな風に置いとくんですよ。 そうすることによって、弾の主力技、立ち合いキックを狩ることができるっていう、すごいいい対策ですね。リターンもすごいんでね。こんな感じでめっちゃ減ります。これやられると、やっぱモルトさんも立ち合いキック振りづらくなるんじゃないのかなと。でも、ここら辺ね、もう V リバしちゃっていいと思うんですが、やっぱその、弾空客に対して V スキル2で見よう、あの、狩ろうっての意識があるんで、ちょっと V リバがね、おざなりになってきてるんですよね。 ここでようやく1ゲージ吐きましたって感じですただやっぱこれ V リバー入ってるんですけど遅いんですよねここで投げ食らった時点で V ゲージ結構腐らせてるんですよ0.3本ぐらい腐らせてるここでねもう絶対ねもっとた,、ま、た,めためれてるんでここ投げ食らった時やっぱそこがちょっとねもったいない感じはしますよね、まあ、それもやっぱそのダンク客をね見ちゃってるってのが一番の原因なんじゃないのかなって思います さあさあさあ、固めがすごい。ここもね、早めに V リバー使うべきなんですよ。なんでかっていうともう、相当白ゲージ溜まってるんですよね。じゃあこの状況どうすればいいかって、もう V リバーで一旦場を落ち着かせるしかないんですよ。ただやっぱどうしてもダンク客をまだ見ちゃってる感じはありますよね。 でも実際白も取られてピンチですよとさあさあさあで裏投げで終わりとやっぱここら辺からなんかジョンさん最初のラウンドこそめちゃくちゃ V リバーの運用とか良かったはずなんですがちょっとね2試合目3試合目の後半あたりからちょっとね怪しくなってきてるんですよねさあここはちゃんと EX オンクを当てていくゲージ余っマたツさんでね でここは離していきます垂直がやっぱいい感じにね対策になってますねこれこれがやっぱすごい団対策として優秀だなって感じしますでまあジョンさん露骨に垂直多くなってきたんでモルトさんも何かしらの対策を講じるんではないんでしょうかはいこれですねやっぱ垂直ジャンプがね露骨になってきたんでモルトさんも強勝流で対応してます ダウンは普通だったら中小流で対空するんですが、強小流の方が実はリーチが長いため、垂直ジャンプを高めたいときは、強小流にね、するべきなんですよね。そこでちゃんといつもの手癖で中小流やりそうなところを強小流に変えています。また、リターンがそんなあるかって言われると、正直そんなにない。当てたところでやっぱ置き攻めもつかないし、そのダメージも全然出ないんで、まあ、どうなんやろって感じはあります。 ここもゾンンンンク使っってていいいきまますいいっすねポンポンポーン投げ遅れてしまうともうここら辺も V リバーした方がいいんですよ、やっぱ。再三有用ようですが。もうこんな感じで、どんどん V がね、腐らせちゃってるんですよね。もう満タンな状況で被弾しちゃうから、どんどん腐っていってるんですよ。でもここで V リバー入ってももう、すごい後の祭りなんですよね。 もっと早めにこんなピンチにならないところで、あの、ピンチ出し、出すことができたはずなんですが、まあちょっともう、時すでに遅し感はあります。暴れをして、まあここもね、やっぱ結構ジョンさんもね、いろいろ今悩んでるんですよね。V リバするべきか、それとも、 あの、V スキルで抜けるべきかみたいな迷いがあるんで、もうこれも結構反応が遅れちゃって、あの、ガードされてるっていう悪循環になってきてるんですよ。ここがやっぱ大会の難しさなんですよね。持ってきた対策をやろうとしちゃうと結構裏目に出ることが多くって、それになんか固執しちゃって、なんかどんどん流れが悪くなっていくみたいな。これはね、俺もよく経験があります。まあ、ここ難しいところっすよね。逆に面白いところでもあると思います、格闘ゲームの。 で、3試合目はモルトさんが勝利して2対1モルト優勢と。はい、そしたら4試合目解説していきます。ここもね、やっぱちゃんと球を見てから飛んで攻めに転じてますね。はい、ここら辺からね、モルトさんの垂直ジャンプへの対応が変わってきてて、 さっきは強昇竜やってたんですが、まあ、それでもね、基本ね、強昇竜ってリーチ言うても短いんで、垂直ジャンプに対して届かないんですよ。で、届いたとしても、ま、リターンもそんなにないみたいな。なので、じゃあどういう対応に変えたのかっていうと、垂直したのを見て前に歩いて、着地するところに大攻撃を重ねるようにしています。そうすることで攻めのターンを持ってくるっていう。 基本的に立ち台キックとか立ち台パンとかガードさせたら段のターンになるんですよね。あの、長発 V ステルキャンセルとかをして。なので垂直対策としてはかなりいいんじゃないのかなって思います。こんな感じで垂直したところに大攻撃を合わせに行くっていう。さあ、で、立ち台キックが当たりますね。やっぱ立ち台キックが当たるとこんな感じで一気に段のターンになりますね。まあガードでもヒットでもどっちも。 まあここもやっぱちょっと段階脚を見てから返そうとしますがちょっと反応がむずくて遅れてしまってガードされてしまうっていうあここの V シフトもねいいっすよね投げ食らった後の V シフトって実はめっちゃ安排で、まあ、画面端だとまたちょっと違うんですがこの投げ後のシフトって狩ろうと思ったら投げから前捨てをコーディは入れ込んでおくしかないんですよねなので狩るの超難しいんですよ 何よりやっぱここで V ゲージ使っておくっていう意識が偉いですよね。やっぱ V ゲージの運用面でそのモルトさんの方が勝ってる感じはもうここら辺からも見て取れます。これですね。いいですね。さ、しかし、さすがにこの状況はちょっときつそうな。やっぱコーディのナイフ自体はすごい優秀なんで。 さあどうなるんでしょうか。ここね、垂直置きますね。ジョンさんもこれはやっぱその立ち台キックとか立ち台パンをケアして垂直置いてますと。で、さっきも言いましたように逆にモルトさんは垂直に対しては着地したところに大攻撃をガードさせるっていう対応に変えてます。そして段のターンを持ってくるっていう。これね、ちゃんとね、しかもコーディのジャンプ攻撃は食らわないようにファジー気味に押してるんですよね。 コーディのジャンプ攻撃はガードする、できるタイミングで大攻撃をしてるんですよ。これね、すごいいい垂直対策ですね。もう一回見ていきます。ここっすね。はい。ちゃんと着地するところに合わせて、大パン当てて、キャンセル V スキルして、有利取ってきて、こんな風に勝つと。いいっすね。 まあでもやっぱ今回、ね、モルトさん一番すごかったなって思ったのは、そのちゃんとやっぱ大将出たことなんですよね。俺やっぱ最初の梅原ゴールドで梅原さんと藤村さんと組んで3人で出てた時、その時もなんか俺、大将の出しみたいなのあったんですよ。ここのチームお前大将いけんじゃねみたいな。あったんですけど、俺じゃあそこでなんて言ったかっていうと、いやちょっと、さすがに、いや、待てた時怖いんで <laughs>、つって。いやさすがにちょっと、いや、 富士山か梅山かどっちか出た方がさすがにいいんちゃいますかつって、俺はそっから結構逃げたんですよね。大将は俺なんで、最初の梅原ゴール出た時は大将一回もやってないんですけど、まあ、ここでやっぱね、モルトさんね、あ,あの、出たことがすごいんですよね。最初に。ただこれ最初っすからね。まだ一回も試合出てなかったと思うんで、そこでちゃんとね、しょっぱな大将出れるっていうこの勇気がやっぱ、すごいっすわ。 俺は逃げました <laughs>。俺は逃げました。いや、やっぱね、プレッシャーすごいよ。特に。チーム戦はね。あ、で、ここの V リバいいっすね。ここの V リバめっちゃいいっす。ちゃんともう投げ圏内になっちゃってるんで、しっかり V リバで攻めをしのぐっていう。たまこのラウンドはちょっとさすがにきつそう。 ジョンさんは立ち集結果あたりで終わらせるんじゃないんでしょうか。あ、いい、いい V リバスね。あ、でもこの V リバーめっちゃうまいな。あの、この V リバーめっちゃジョンさん上手くって、あの、なんでかっていうと、っていうのもね、この状況はよく見ればわかるんですが、コーディ V ゲージ溜まってないんですよ。ただ、次ガードしたら絶対溜まるってわかってたんですよね。しっかり状況を整理できてたんですよ、ジョンさん。ほら。 なので、ここ V ゲージ溜まってないけど、大攻撃ガードしたら V リバってね、ちゃんと入力してたんですよね。これ技あり V リバス。ちゃんと状況を整理できてたからこそ、できる V リバ。すごいでいいすね。で、やっぱタッシュキックで終わりましたね。<hate> さあさあさあ。これは、ゲージマックスなんで。 うんいい本部だでここでグラつぶしがヒットするとうーんこれはちょっともう特に解説するところもないですねすいません特に何もないですここはは <laughs> で4試合目終了して2対2でフルセットとなりましたさあ最終セット解説していきます2対2です さあ最初は玉抜けから始まるとこんな極限な状態でもしっかり玉抜けできるのさすがっすねジョンさんやっぱジョンさんは俺は一番天才型のプレイヤーだと思ってます本当に多分誰よりもセンスあるんじゃないかなさあここもねちゃんと垂直に合わせていきますね通常攻撃を でこれ、コーディ、鳥が発動したんで、こっから結構実は地獄なんですよ。段の攻めを受け切んないといけないんですよね。V リバーなしで。もうこんな感じでね、ただ、V リバーないとこういう感じで煉獄始まっちゃうんですよ。モルトさんの。もう始まっちゃうんです。ほら、もう固めがすごいすごいですいこれこれね、固めがめっちゃ良くて、もう、これで、この固めで投げ前まで行っちゃうんですよね。ただ、コーディはもう V トリが発動しちゃってるんで、V リバーできないと。 だから、やっぱ結構断線は V 取りが発動しない方がいいまでワンチャンあるんですよ。もしくはやっぱ発動したならば、まあ、遠目の間合いでさっさとナイフとかを投げちゃって、V ゲージ消費して、すぐに V 取りが終わらせるみたいな。そういうね、すぐに V 取りが消費するって作戦が対男性では大事になってきます。でもこれでね、もう知識圏内まで行きます。でここもやっぱちょっと色々、雑念が入りすぎて、 V スキル2も反応が間に合わないというまあ、ここは難しいっすよねだから格闘ゲームの怖いところ出てますめちゃくちゃめちゃくちゃ怖いところ出てますこれは俺もなーやっちゃうんだよなー難しい対策持ってきた時とかに、まあ、諦めるってやっぱ結構大事だなって思いますまあ、でもさっきの状況はもう V リバーもなかったんでもう見るしかなかったんですよねそれしかもうやれることがなかった いいっすね、ただもうここももうきついなさあこれは全然ワンチャン出てきましたよ投げてここでモルトさんの V リバー運用確かめちゃくちゃうまかった記憶がありますはいここ EX オンクコーディプラス5なんですよでここ V リバーなんとモルトさんしません そして、ここします。で、これの違い何かっていうと、投げ圏内か投げ圏内じゃないかなんですよね。結構ね、段、今、V トリが2本あったんで、V デージ2本あったんで、V トリが発動できたんですよ。で、段からしても結構ね、V トリが発動したい体力差ではあるんですが、EX ドッグガードからの投げで、これ死んじゃう体力なんですよね、モルトさん。なので、即座に判断して V リバで逃げてます。 で、もう一個の前の EX ゾンクは V リバしてないじゃないですか。あれなんでかっていうと、ちょっと戻りますけど、ここはね、別に投げられても死なないんですよね。なので、V リバしてないんですよ。つまり、ちゃんと使い分けてるんですよね。どこの場面では V リバするべきかしないべきかっていうのをちゃんとね、区別してやってます。ここはね、ここのアッパー食らったから、もう知識圏内だなっつって V リバ使ってる。結構 V リバいいっすね。いいですね。 ここまで来たらもうどっちが勝ってもおかしくないっていうかまあコーディービューリーの状況かなこの立ち集計がやっぱ嫌だと思うんでさあどうなるんでしょうかさあジョンさん EX オンク使うでしょうね EX ゲージやっぱ1個余ってるはい使いましたねでもここはやっぱちゃんと冷たく V リバーともうやっぱできてますねしっかり計算がもう EX オンク来たら V リバーってもう事前にめちゃくちゃ決めてるんでしょうね というわけで、モルトさん、勝利となりました。いやー、毎回この解説動画をやってもいいけど、喉が渇きますね、本当に <laughs>。というわけで、今日の動画はここら辺で終わりたいと思います。ね、今、ストリートファイターリーグ開催期間ということで、解説動画よく上げてるんで、よかったらチャンネル登録とか。 高評価とかコメントよろしくお願いします。また解説してほしい試合とかあったらね、ちょ、リクエストとかもね、コメントでしてくれれば、時間に余裕があったらやれるかもしれません。というわけでね、バイバイということで、バイバーイ。